はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14、グレンのリベレーター編、第177回配信を撮っていきたいと思います。そこのお隣にいらっしゃるのが、アラギリの英雄と言われるバードさんですね。でも帝国の使徒っていう。レベル68クエスト、帝国兵の理由。アラギリのバウトは、説得を手伝ってほしいようだ、主従。おお。みんなの説得を手伝ってくれるってのか、冒険者。ありがてえ。恩に着るぜ。さて、どうやって説得するかなんだが、そもそも俺っちはどうしてあんなに慕われてるんだ？自分で言ってて恥ずかしいな、これ。ともかく、原因を調べなきゃ対処は不可能だ。俺っちの方でも聞いてみるから、あんたも慕われる理由をみんなから聞いてみてくれ。多分被害を非常に抑えてくれたっていうのが一番大きいのかな。温厚そうな老人さん。この老いぼれが帝国兵に殺されかけた時、バウド殿は我が身を顧みず助けてくださったんじゃ。本当に尊敬できる方じゃで。予定して。こうやって聞くとなんか帝国の人もまともな人も多いよね。明るい少女さん。帝国兵は何もしてないのに私のこと叩いたけれど、バウトおじさんは優しくて一緒に遊んでくれたんだよ。だから大好き。そして、そして、 ここ人おったっけ？ああ、律儀そうな青年さん。いける？よいしょ。荒切の住人はほぼ全員があの人の世話になってる。どれくらい感謝してるか詳しく知りたいなら、じゃあヤーラニに聞いてみるといい。へい。じゃあヤーラニさん。あら、あなたはこの前の冒険者様、バウト様のことをお知りになりたいと？まあまあまあ、私でよろしいのであれば、喜んでお話ししましょう。と言いたいところですが、その前に、あの方を知るため、一つ依頼を受けていただけませんか？最近、スピッティングスピナーが街の中へ侵入してくるようになりました。調べてみたところ、アラギリの近くに巣を作ったようでして、解放軍に駆除を依頼しようかと迷っていましたが、バウト様を知りたいというのでしたら、ぜひあなたに駆除していただきたいのです。はい。ありがとうございます。では巣の近くまでご案内しましょう。こちらです。ああ、そしたら、とりあえず4つアクティブにしといたんで、順番に行きますか。レベル70になったし、多分、なんか私学で交換できる装備品とかが、次に行くとことかにあるのかな？ とりあえずちょっとクエスト片付けていきますか。これはなんだ？物静かな少年。この虫、変わった羽をしてる。何か特別な理由でもあるのかな？あ、お母様が探してるんですよね。問いただす。問いただす。立ち捨てと。問い詰めるか。問い詰める。母に言われて様子を見に来てくれたんですか？見ての通り、母に迷惑をかけるようなことはしていません。植物や生き物の生態を観察していたんです。将来学者になって苦労した母を助けられればと思って。でも母に心配をかけてしまったら
意味がないですよね。ごめんなさい、すぐに戻って話してみます。ありがとうございました。うわ、いい子だ。めちゃくちゃいい子じゃん。おお。あ、これが蛇族の少女だが、こっちにもクエストが。とりあえずこっちから行くか。でもクエスト固まっとるのはありがたいね。指定地点で、これ何するんだっけ。敵が出てきた。あ、2体いるのか。全然気づいてなかった鈍いにも程がある。水場がどうのこうのっていうのが今のクエストね。蛇族の少女。あの子は被害を受けないんだね。大丈夫だね。蹴ってもよかったか。さあお話を。また助けられちゃったね。一匹は倒せたんだけど、思ったより数が多くて、とにかく水源は守れたことだし、一旦荒切に戻ろっか。あ、ごめん、こっちが水源の話か。あとは向こうのクエストなんだっけ。こっちから行ける平面か、この辺は。このクエスト何。あ、活発な少年、もう一人の少年。なんか言おうかよ。秘密の特訓中なんだから、あっち行ってくれよ。問い詰める。な、母ちゃんに言われて様子を見に来たって？心配しすぎだよ、まったく。俺はただここで体を鍛えてたんだ。俺、強くなりたいんだよ。解放軍に入って。家族を守るって決めたからな。とは言っても肝心の母ちゃんに心配かけてちゃ世話ないな。一人前になったら言うつもりだったけど、きちんと話してみるよ。ありがとね、兄ちゃん。いやいや、どういたしまして。子供素直だな。じゃあヤーラニさん。ああ、冒険者様、スピッティングスピナーの巣はあちらでございます。こちらだい。あ、こちらですね。巣、おお、間違えた。そして、うわー、やっぱり。
まだ来る。まだ来る。あ、ピンピン。あれ、こいつ硬い。さすがに終わりかな。よいしょ。駆除できたようですね。冒険者様、ありがとうございます。私たちでは対処しきれず大怪我を負っていたでしょう。実は帝国の占領時代にも似た出来事がありました。その時は帝国軍に助けを求めましたが、梨のつぶて。もともと荒切は東方交易路に作られた宿場町でした。ですが帝国の支配下ではその役目をほとんど果たせず、帝国軍の兵士に酒を振る舞い宿を提供するしかありません。帝国軍に依存し従う以外荒切が生きる道はなかった。あり合わせの道具で魔物に挑み大怪我をする様子を愉快そうに見物されても受け入れるしかなかったのです。そんな状況を変えてくれたのがバウト様です。あの方が荒切に駐屯する部隊の隊長になって以降、帝国軍の横暴は嘘のように減りました。あの方のおかげでこの町の住人は人として生きていけたのです。そんな恩人が自ら死にに行こうとするのを止めるのはごく自然なことでしょう。私たちの思いはこれで理解していただけたと思います。冒険者様があの方の味方であることを重ねて祈りますわ。それでは。うん、我だけ味方でもなというのはあるのだが、うん、じゃあ報告をしますか。報告したら終わりぐらいかな、時間的に。いやでもまだ余裕あるかな。待って、鈴木のがなんかある。まあじゃあとりあえず江守さん、無事魔物を倒してくれたか。よし、これで計画を進められる。あそこは痩せた土地だが、それでも育つ作物はある。俺は夫や子供に親、家族を亡くした同胞たちに食堂、住む場所を提供してやりたくてな。おっと、勘違いしてもらっちゃ困るが、俺だってただのお人よしじゃない。取れた作物で名産品を開発して大儲けするところまでが俺の計画さ。ありがとよ、冒険者のお兄さん。コンプリート。いやいやいや、でもこういう考え方はいいね。全体の利益が最終的に自分の利益につながるっていうね、考え方ね。あなたのおかげで二人ともさっき戻ってきたところよ。それにあなたの説得が効いたのか、思っていることをいろいろ話してくれたわ。まだ小さいと思ってたのに成長していたのね。最近寝顔しか眺めてなかったけど、顔つきもなんだか頼もしくなった気がするわ。昔の仕事のせいで二人とも父親を知らないの。でも苦労させても貧しくても決して不幸な思いだけはさせないわ。仕事で疲れたなんて言ってられないわね。大丈夫、あなたとは違う種類の強さだけど母も強いのよ。ありがとね、冒険者さん。コンプリート。いやー、でもあれだね、無理はしちゃいかんぜ。じゃあこの裏のやつ、これでもなんか続きがまた出るよね。これじゃ解決になってないし。おお、戻ったか冒険者。どうよ、説得の材料になりそうな話は聞けたか。説得は無理そうですね。おい、みんな買いかぶりすぎだって。俺っちはただ自分の身勝手で、荒切のみんなが傷つくのを見たくなかっただけだ。帝国の属州統治ってのは、総監の方針で大きく変わる。属州人が暮らしやすい場所もあれば、死んだ方がマシって場所もある。俺っちは後者の出身でね。そんな属州で人として生きたければ、軍に入るしかない。20年間の兵役を耐え抜けば
市民権を得られて、家族にもまともな生活をさせてやれる。20年は長いな。5年とかでもきついと思うよ、これ。だから俺っちは軍に入ることにした。ひたすら戦って、戦って、戦って。おかげで気づいたら、100人隊長になってたよ。でも、遅かった。家族の訃報が届いたのは、100人隊長に昇進した直後さ。みんな流行り病で死んだって。紙切れ1枚だけだった。その後くらいからか、荒切の住民が死んだ家族と重なってね、どうにも苦境を見過ごすことができなかった。どうだい、情けないにも程があるだろ。大体帝国兵としてアラミゴ人を殺したこともあるのに、そんな奴のことを感謝してるだなんて、ちょっとのんきすぎだっての。まあでも俺っちが聞いた話も似たような内容、まあでも俺っちが聞いた話も同じような内容だったし、これで原因ははっきりしたみてえだな。ありがとうよ、助かったぜ冒険者。なんかまだまだ何も解決がちょっとなんか見えてこない。バウトさん、レベル68クエスト、すれ違い荒切り。荒切りのバウトは冒険者に説得を手伝ってほしいようだ。もう君は無理だからさ、説得は。もうなんか隠れたりしてた方がいいかもよ、受注。さて、俺っちを慕ってくれてる理由がはっきり分かったんだ。俺っちを見捨てるよう説得する方法もバッチリってなもんさ。みんなが失望するよう仕向けりゃいい。そうだな、冒険者にこの指輪を預ける。こいつは家族がお守り代わりにくれたものでね、唯一残った思い出の品さ。俺っちが故郷と家族を捨て、のうのうと生きる卑怯者だと、その形見の指輪を証拠代わりに見せつつ、みんなに広めてくれないか。そうすれば俺っちの評判はガタ落ち、苦労してかくまう気もうせるって寸法さ。あ、でも恩人の陰口を叩く卑怯者だとかで、冒険者の評判が悪くなりそうだな、これ。よし、まずはじゃあやらににやってみて、どういう反応になるか確かめてみてくれ。最悪種明かししてもいいからさ、頼んだぜ。これやらにさんに僕が嫌われそうなのですが、やらにさん。ごきげんよう、冒険者様。あら、バウト様の件で見せたいものとお話があると。とりあえずあの指輪を見てください。なるほど、つまりバウト様の評判を貶めたいと。それはバウト様ご本人の依頼を受けてのことですか。あなたとお話ししたのはわずかな時間だけですが、陰で他人を貶めるような浅ましい方だとは思えません。となると、あの方の依頼ではと思いまして。すごいな。であればバウト様にこうお伝えください。荒切の住人はあなたにどのような過去があろうと何一つ気にすることはありませんと。荒切は多くの人が訪れては過ぎ去ってゆく宿場町、過去を問題にして滞在を拒むことはしない町です。大切なのはこの町に留まっている今、過去がどうあれ今のバウト様が素晴らしい人物である以上、私たちの気持ちが揺らぐことはないのです。そうだよな、過去よりもやっぱ今だよね。確かに過去にやってきたことは変えれませんが、現状が覆すほどいいことをしとるんだよ君は。お疲れさん、冒険者。ひとまず片身の指輪を返してもらいつつ、守備について聞かせてもらえねえか。うん、もう君はもう隠れてなさい。そうか、今ね、俺っちの今なんてどこにあるんだ。家族も死んで一人になっちまったのに。悪い、
つまらねえ泣き言を聞かせちまった。ともかくこの方向での説得は難しいか。なんか別の手考えないとな。とは言っても時間が無限にあるわけじゃねえし、のんびり考えてたら俺っちをかくまってることがバレちまう。くそ、どうしたものか。冒険者、すまねえがもう一度だけじゃヤーラニを説得してみてくれ。その間に俺っちは別の案を考えておくからよ。おう、説得は無理だから。どうするかね。ヤーラニさん、なんかいい案逆にありませんか。逆にバウントさんを説得したらどうだろうね。あらあら、冒険者様、もしかしてまたバウト様に頼まれて。そうなんです。何を言われても私たちの思いは変わりませんわ。とはいえあの方が心配なさるのもわかりますし、バウト様を困らせたいわけでもありません。どこかに落としどころがあればいいのですが、問題の一端に絡んでしまっている以上、解放軍に相談できるはずもなく。ああ、解放軍にバウト様のことをご存知で内密に話せる方がいらっしゃればいいのですけれど。冒険者様、そのような方をご存知ありませんか。知ってますね。ブレイゼンス様ですか。その方はバウト様のことをすでにご存知であり、ことを穏便に収めたいと思っているのですね。ああ、冒険者様、ありがとうございます。早速ではありますが、すぐにお話をしに参りましょう。もともとだってその方の依頼だったもんね。一番最初はブレイゼン様のご依頼でしたから。さあ、落としどころを考えたい。これはこれは、冒険者殿、お連れの方がいらっしゃるようですが、一体どのようなご用件ですかな。例の件ですよ。なるほど、バウト殿について話をしたいと。ではご婦人、ご用件を受けたまわりましょう。ブレイゼン様のおかげお力でバウト様を助けてください。あの方は帝国兵ですが、アラギリを救ってくださった方、捕らえるというのでしたら代わりに私を。ちょっとお待ちください。バウト様をお救いしたいのは私も同じ。どうか落ち着いて。まずバウト殿が帝国兵である以上、解放軍として放置できません。これはアラミゴの安全保障に関わることなので絶対に譲れません。そんな。では解放軍はバウト様を必ず処刑すると。待ってください。いつ誰がバウト殿を処刑すると。処刑なさるのではないのですか。我々は血に飢えた野蛮人ではありません。帝国兵だからといって問答無用に処刑など。捕らえた後はきちんと取り調べを行います。バウト殿であれば取り調べで問題が出るとは思えませんし、したがって処刑されることもないでしょう。その後の身の振り方はご本人と相談次第でしょうな。なんてことでしょう。私たちは今ここにいる解放軍の方を見ていませんでした。今を大切にしているなどと豪語してお恥ずかしい限りです。ですがこれで光明が見えました。このことをバウト様にお話ししましょう。冒険者様も手伝ってくださいませ。そりゃそうだったね。問答無用で処刑してる感じじゃなかったもんね。そういえばだいたい徴兵とかされちゃって帝国軍に協力せざるを得んっていう街もあるぐらいだからな。これから行くとこだけど。あれ、あ、冒険者様、バウト様の書き置きが。こちらをお読みください。え？冒険者へ、俺っちは自決することにした。自分で死ねばきっと丸く収まるはずさ。自決場所を書いておくから、後で首を解放軍へ届けてくれ。そんな、こんなことってありませんわ。
絶対に思いとどまっていただかなくては。なんてことだ。ヤラニさん、レベル68クエスト、彼の生きる意味。アラギリのヤーラニはバウトの自決を止めるために冒険者の力を貸してほしいようだ。受注。早くバウト様を見つけて自決を思いとどまっていただかなくては。冒険者様、力をお貸しください。書き置きに記された自決場所はアラギリの北西辺境地帯へ向かう道すがらでした。急いで向かいましょう。早まるでない、早まるでないぞ。早まるでないぞだが、ちょっとこのクエスト、ジャ族のこれ進めたら終わっとこうか。やっぱり冒険者さんってすごく強いんだね。モルバおばさんも同じぐらい強かったのかな。ジャ族にはおばさんのことを悪く言う人もいるんだ。土地や一族を捨てたって言ってさ。でもそれ以外の道があったからここに残ってたはず。強ければ力があればみんなを守りながら同時に故郷を捨てない方法も見つけられたかもしれないんだ。だから私は強くなりたい。魔物を倒せるとか槍をうまく使えるとかそういうことじゃなくて、誰かを、大切な人を守るために私はこの槍を振るいたい。そのためにも特訓はやめない。これからもみんなに迷惑をかけちゃうかもしれない。でも絶対に諦めたくないんだ。だからさ、冒険者さん、また何かあったらよろしくね。あ、じゃあ報告して終わっとこうか。これちょっと今回はじゃあお姉さん、妹さんは強くなりたいということで。あの子には会えた？ごめんなさい、また迷惑をかけてしまったみたいね。でも今回は思いっきり叱った後、少しだけ褒めてあげるわ。誰かのために槍を振るいたい、その気持ちだけは否定しない。それにしてもまだ子供だと思ってたのに、いろいろ考えるようになったのね。やっぱり血は争えないってことかしら。そういえばあなたと話した後、おばのことが気になって解放軍の人たちから話を聞いてみたの。そしたら彼女によく似た人がどこかの部隊を手伝ってるって聞いて手紙を託してきたわ。一度母の墓にお参りに来てほしいって。妹がおばについて行ってしまわないかと心配だけど、あの子の人生はあの子のもの。その時は笑って送り出してあげないとね。やだ、これもまた気が早い話だったわ。ありがとう冒険者さん。およし、じゃあ今回はここまでにしておこうかな。次回はこのクエスト、これをやったらメインを進めますかね。じゃ山岳地帯に行く、ここですね。次回はあそこにワープしてると思います。ではご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。